はい、こんにちは。柔らかセールスサポーターの松尾かなです。今日もよろしくお願いします。はい、今日のテーマはですね、私が、副業時代のですね、セールスでですね、逆ギレされた経験をお伝えしていきたいと思います。はい、と最初私はですね、看護師をしながらですね、副業コーチをやっていたんですよね。で、看護師ってやっぱビジネス畑ではないので、あとセールスとかですね、もう無縁の世界なんですよね。なのでいわゆる私はビジネス音痴の状態でした。そういった状態だったんですけど、今日お伝えすることですね、お伝えすることのですね、2つをやったことで、大きく、変わっていって、現在ではですね、柔らかセールストレーナーというような形で、クライアントさんの130名以上がですね、3、4ヶ月以内に、100万から2000万以上のご契約をいただけるような、そういったサポートを、させていただけるような形になりました。で、私自身もですね、副業からスタートして、副業で年収1000万になって、その後、独立して2年目にはですね、年収1億5000万以上のですね、会社を立ち上げることができました。で、その源流となったですね、私が、最初うまくいかなかった時代を支えた、やったこと2つをですね、セールスに関してやったこと2つを今日はお伝えしていきたいと思います。で、その逆ギレされた経験っていうのはですね、私が副業コーチ時代にある方にコーチングセッションを、提供して商品を紹介したんですよ。するとたまたまですね、その方が営業トレーナー、営業を、専門でやっている、ソフトバンクの営業かな、そういったものをやっているエリートだったんですよね。で、そういった方が知人にいて、その方に、私は自分の商品と、料金内容をお伝えしてご紹介して、した経験があります。で、具体的に何を言われたのかというと、当時の私もかなり未熟だったんですけど、料金表とかですね、そういったもののですね、書き方とかそういうのがまずなってないと言われたりとかですね、あとは、服装も結構指摘されましたね。その時看護師のナース服しか着たことなかったので、その仕事の、専門服としてですね、で OL に憧れてたのでちょっと地味なスーツを着てたんですよね。ちょっと少しでもビジネスマンっぽく見られたくて、ちょっと紺色とかグレーのスーツを着てて、そういったちょっと服装もどうかと思うとか、そういったところまで言われたり、あとは話し方とか、説明の仕方とか、こういったところをこと細かくですね、アドバイスを受けながら、相手に逆ギレされた経験がありました。でその時はですね、私もビジネス音痴ながら一生懸命努力してやってるつもりだったんですけど、その時に提供していた商品内容がその人に関したらその料金の価値と見合ってなかったんですよね。なので、怒られたというところだったんですよね。でその時にですね、ちょっと結構悔しくて、家に帰ってもちょっと悔し涙を流したりしたんですけど、これじゃ一向に変わらない、現状は変わらないと思って悔しいながらもですね、翌日ですね、電話してその人に、でもっと具体的に、教えてくださいという形で、お願いをして、細かなアドバイスをさらにいただくことができました。で私がですね、その当時ビジネス音痴の時、セールス未経験の時、まだまだ未熟だった時に何をやったのかというと、まず一つ目ですね、一つ目はとご契約をしていただけなかった理由をですね、こと細かく、確認しました。契約をしてくれる人と契約をしてくれなかった人いると思うんですけど、契約してくれなかった人に関してはこと細かくですね、その後で、具体的な理由を聞くようにしていました。と自分の商品に対して、自信を持って、プライドを持ってですね、最後まで紹介はするんですけど、その後契約をしなかったと選択をする人には、なんで契約をしなかったのか、なぜ契約をしたくないと思ったのか、この本音を聞き出すような、そういったことを、確認していました。
で、できるだけ本音で教えていただけるようにですね、そういった姿勢で臨んでました。これ一つ目ですね。で、二つ目はですね、ボイスレコーダーを撮らせていただいてました。ボイスレコーダーを撮ってご契約をしている時の全部の流れですね、最初から最後まで、撮って、その当日ですね、ご契約を相手がしないと判断された当日の日に家に持ち帰ってボイスレコーダーを 2,3 回聞いてました。だいたい2回から3回ですね。で、具体的に何をどんな視点で聞いてたのかというと、自分を客観視して自分の話し言葉だったりラポールがどこかで切れていないかチェックしたり、相手が欲しがっているものは何か、相手がどんなことを欲しがってるからそういったものを会話されてるのか、こういったところの私の返しが、本当にそれで良かったのかとかですね、このとやり取りのですね、振り返りを、音声を聞きながらずっとしてました。すると、私もですね、ビジネスオンチながらも、あ、ここはこういうふうにすればよかった、ここはこういうふうにするともっと良かったんだとか、いろんな振り返りができるようになって、次に生かすことができたんですよね。なのでその次に、商品を紹介する人に関してはそういったところを踏まえて、気をつけるように、していました。はい、私がやったこと、この2つですね、今はこういったやり方はやらないんですが、かなりその企業当初、副業当初はですね、この2つのやり方で、かなり助けられた経験があります。とその時々でですね、効果的な、やった方がいいこといろいろ違うと思いますので、何か参考になりましたら、嬉しいです。はい、今日の、お伝えしたことが何か気づきになった、参考になったとか思っていただける方は、動画のいいねボタンを押していただけると嬉しいです。こちらの方ですね、チャンネル登録も、ぜひしていただけると嬉しいです。あとは、私が動画でお伝えしていないようなことですね、脳科学心理学を使った、セッション、クライアントさんに結果が出る方法とかですね、あとは、セールスのこと、商品作りのこと、集客のこととかですね、セルフコーチングのこととか、いろんなことをですね、メルマガで、配信しています。メルマガはこの動画の下の方の登録ボタンにありますので、ぜひメルマガの方をご登録してみてください。はい、最後までご清聴ありがとうございました。